1970年代ニューヨーク発祥のブレイキン。ギャング同士の抗争を平和的に解決する目的で誕生しましたが、近年ストリートカルチャーを飛び出しスポーツとして発展。ブレイキンの大会は国際的にも広く行われていて、オリンピックの追加種目としてパリ大会で採用されました。多くの日本人選手が世界一に輝くなど、日本はブレイキン大国。そして来年2月、パリオリンピックにつながる世界大会ワールドシリーズがアジアで初めて北九州市で開催されます。大会には世界70カ国から男女各100人のトップ選手が参加する予定で、日本のトッププレーヤーたちも世界大会の日本開催に喜びの声を上げています。こんにちは、Shakex です。自国開催ですごく嬉しいなという気持ちでいっぱいです。単純にたくさんの人に知ってもらえるということですごく嬉しく思います。こんにちは、ビガラミです。今回ワールドシリーズが日本で開催されるということですごく楽しみにしてます。全員で盛り上げていきましょう。頑張るぞ。ブレイキンワールドシリーズは来年2月、北九州市の西日本総合展示場で行われます。